一組のトランプがあります、カードを適当に取って自分でこうパッとカードを覚えてもらえますか。どこでもいいです。覚えました。よく見せてください。はい。スペードのキング。すごい。もう一回いきます。これ偶然がありますからもう一回いきます。どこでもいいです。よくカメラに見てもらえますか。はい。ダイヤの10人。お、当たり。実はなんでこれがわかるかと言いますと、まあ、今こうパッと見たときに大体もうどこに何がカードがあるかっていうのすぐわかるんです。冗談だと思うでしょ。で、大体お客さんが取ったカードは何枚とかすぐわかるんです。持ってください。好きな枚数どれでもいいです。これですか。これで9枚です。で、9枚で、あ、ごめんなさい、9枚じゃないな、7枚で黒が3枚、赤が4枚です。7枚。まず、1、2、3、4、5、6、7。で、黒が1、2、3枚。すごい。さあ、まあ、ちょっと、一回トランプは、一回こう、シャッフルしていきます。今度は、もう一つのトランプを使います。私と同じことをやっていただけると嬉しいです。トランプがこれですね。一応書いてないから、よいしょ、ここで一組のトランプを使います。私と同じことをやってください。まずトランプを後ろに回してください。私に見えないように後ろに回してください。後ろに回してください。そしてトランプを好きなところでこういうふうに分けて下に回してください。一回カットするわけです。自由なところカットしてください。はい、できました。はい、で、一番上のカード取って、そのカードだけひっくり返して好きなところに中に差し込んでください。これでお客さんが自由に選んだカードだけがひっくり返った状態になっています。それをカードを前に出してください。この状態出してきまして、これちょっとかぶせてください。絶対トランプをこう見られない。これ一組トランプがあります。もちろんこのカード、クラブの4かもしれないし、ダイヤの10かもしれない。何がお客さんがひっくり返したかわからないです。手を離してください。シンクロさせます。こうするとクラブの5がひっくり返っています。お客さんがひっくり返ったのはクラブの5。わー、すごい。5です。すごい。